皆さんこんにちは、猫背のアジト、医学療法士の小宮崎明です。1ヶ月チャレンジ21日目になります。昨日まではですね、ランジのワークで少しね、下半身に対してのアプローチをしていきましたけれども、今日はですね、壁を使って巻き肩、猫背を改善していくようなストレッチエクササイズを紹介しようと思いますので、壁があればね、いつでもどこでもできるようなストレッチになってますから、ぜひ一緒にやっていきましょう。それでは壁を使ったストレッチをやっていこうと思います。まずは壁の方に向きを向いていただいたら、手のひらを壁に一度つけましょう。そして小指側からぐるっと回していくようにして、中指が真下を向くように、さらに指、手のひらがしっかりと壁につくようにぐっと押し付けましょう。この時に肩、肘、手首がまっすぐになるようなポジションで設定するようにしてください。ここから体をぐっと開いていきましょう。いける方はまず真横です。この時親指の母指球ですね、ここが浮いてきやすいので、しっかりと壁に手のひら、指がついているので、これをキープしてみます。さらにいける方は胸をさらに開くような形で、この状態で30秒キープしてみましょう。手のひらが離れないように、肩がぐっと上がってしまうように、できる方はさらにですね、こちらの肩をぐーっと前、上にちょっと浮き押しながら、で、さらにいける方は壁に手を向ける形で、伸ばしていきましょう。で、それは上に上げておきましょう。それではゆっくりと壁の方に向きを戻していただいてから、手を下ろすようにしてください。それではちょっとね、右手と左手の感じを比べてみてもらって、実施した方の血流がぶわっと流れていく感じを感じてみてください。それでは反対側行ってみましょう。壁の方を見ていただいたら、手のひらを壁につけましょう。小指側からぐるっと回していただいて、指先、手のひらがしっかりとつく状態、特に親指側が浮きやすくなりますので、しっかりとここにつけるようにしておいてください。特に母指球ですね、この辺がしっかりとつくように。それでは体をぐっと開いていきましょう。肩、肘、手首がまっすぐになっているポジション。ここでまだ余裕がある方は、さらに歩を進め、巻くように回っていきましょう。肩をぐーっと前に押し出すように、この時肩が上にすくまないように抜きをする。30秒間キープです。さらに行ける方は息を吐いて、背中を壁側に向けていくようになります。ねじりの角度を増やしていくと、親指側が浮きやすくなるので、必ず壁側に手を押し付けるようにしてみてください。呼吸は止めずに、目線は下ろさないようにしましょう。しっかりと上げて、胸の前伸びを感じられたら、できる方はさらにねじりを吐いていきましょう。ゆっくりと壁の方を向いていただいて、壁にしっかりと正面を向いてから手を下ろすようにしてください。いかがだったでしょうか。スタート前と比べて胸がこうね、開きやすくなったりとか、呼吸がしやすくなったり、背筋が伸びたり、そんな感覚をね、持っている方が非常に多いと思います。そして血流も良くなって、手がね、ポカポカーっていうね、感じもね、あると思いますので、ぜひですね、日々のルーティンメニューに組み込んでいただいてですね、姿勢をバシッと改善してですね、かっこいい姿勢でね、胸を張ったかっこいい姿勢で、ね、生きていっていただければと思います。明日はですね、床面に降りて四つ這いでキャット&カウというね、エクササイズメニューをやっていこうと思います。意外とちゃんとやるとね、大変なメニューになりますので、一つ一つエッセンスをお伝えしながらやっていこうと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。